制圧を確認。トコレス要塞奪還作戦は成功だ。正規軍は広告の残存部隊への追撃を開始するが、クラスゼロはどうした？応答しろ。今の緊急通信はどこから入った？なんだ。トコレス要塞に舶来合流。よし、カタル巡将の作戦通り、あれの到着まで持たせればいい。トコレスにいる兵に伝えろ。はっ。トコレス要塞にいる全軍に通達。こちらクサビ。しばらくこの新型のテストに付き合ってもらおう。行くぞ赤き魔人ども。行くぞ新型の魔人ども。すまない、クラスゼロへ新たな任務だ。基地北西部に高速移動する未確認魔導アーマーを確認。撤退する広告のシンガリを務めるように勝ち下がっていく。お願いします。クラスゼロは急行し未確認魔導アーマーの対処に当たってくれ。お
お任せください。貴様の力見せてみよう。どこを狙っている？恐れが恐れが時間だ。貴様らの因果にも王法が下る。生き残るならば再び魔王。おいこら、ずいぶんあっさりと引きましたね。トゴレス要塞に粒子反応、白虎の高型粒子です。出てきたか。要塞内に展開している部隊に通達。識別信号赤、トゴレス要塞に向かっています。バカな、ぶつかる気か。クリスタルは一体何をしようとしているんだ。全部隊に撤退命令。緊急通達、宗教がそちらへ向かわれる。この通信を聞く全部隊は直ちに撤退、戦線を離脱せよ。あれがスザクの武士。白虎クリスタルの守護者よ、これは主に与えられた使命か。語ることの葉はない。そうか。スザク総竜軍の圧倒的勝利に終わったトゴレスの戦い。しかし、そして500年ぶりとなった武士同士の激突は、スザク領トゴレスという大地をオリエンスの地図より永遠に消し去った。
大量破壊兵器の時代。スザクもルシを戦場に出したというのは本当なのか？ああ、そのせいでトゴレス地区の作戦は失敗したと聞いた。トゴレスそのものが消えたってのも本当さ。なんてこった。あいつここでは暴れたりしないよな。ルシはクリスタルが軍の制御下にある限り抗うことはない。気にするな。しかし武士なんて何を考えているのかわからないぞ。状況を聞きに来ただけだ。任務を続けろ。はっ。旧機関の出力は安定しています。第七経路への数値変動の再現こそ近似値にとどまっておりますが、精度を高めることは可能かと。新型への変換供給には十分な状態だな。接続はうまくいってるのか？長時間にわたる制御にまだ 2,3 の課題が残っております。鋼室の技官を回す。早急に解決しろ。はい。Thank you.